はい、こんにちは、そうちゃんです。今回ですね、この間も EV3 使ったプログラミングのゲームちょっとやったりしたんですけど、今回はセンサーとプログラミングを使って遊べるおもちゃちょっと作っていきたいなと思います。今回ちょっとやってみたいなと思うのが、高さ当てゲーム。 EV3 にセンサー、超音波センサーかな、つけて、お題の例えば90センチに置きなさいみたいなのが出た後に、僕が置いた時ともう一人が置いた時で、どっちの高さの方がお題の90センチに近いかっていうのを比べるみたいなゲームやってみたいなと思います。高さ当てゲーム、いってみよう。まずはですね、EV3 にすごく簡単にでいいので超音波センサーつけていきます。よいしょ、ほい、こんな感じかな。これで、例えばこういうテーブルの縁とかに置いて、超音波センサーが今の高さを測ってくれるみたいな。これ以上簡単につけれないぐらい簡単についてみました。まずはですね、スタートボタンを押したら超音波センサーの数字が画面に出るようにしましょうか。超音波センサーの数字はつまり今の高さになるので、それいきましょう。面ですね、画面出して、例のごとくテキスト表示にして、右上のワイヤーテキストにしていきますと。で、これあんま使わないですよね、黄色のブロック。これみんなセンサーに反応したら何々の時によく使うんですけど、これ実はそういう使い方じゃなくて、今回みたいな今センサーが読み取ってる数字を何かに使うときに黄色のブロック使うんですよ。今回とかは、今の超音波センサーが、の数字が高さで、その高さを直接、何々よりも高い低いとかって調整に使いたいので、今回は黄色ブロック使ってきます。この黄色ブロック、一番最初につけてスタートをしたらすぐに超音波センサーの高さを使って、その超音波センサーの高さを画面に移して感じします。センサーの番号を今回1番にさせているので1番にしていきますと。で、ここですね、またビヨーンクデータワイヤーっていうんですけど、つないでいきますと。よいしょ、はい、これでつなげたので、このまま再生しちゃうと、この間もそうなんですけど、バッてプログラミング終わっちゃってまた見えなくなっちゃうので、最後に2秒待つみたいなブロックつけていきます。よし、これでスタートボタンを押しましょう。73.4 ですね。これ 73.4cm のテーブルみたいです。で、ちょっと見た目整えるとしたら、最後に cm とかもつけれるんですけど、それちょっと後にしましょうか。じゃあこれいちいちプログラミングの三角のスタートボタンを押すのめんどくさいんで、EV3 の真ん中ボタンを押すたびに測定できるような仕組みにしていきます。なのでループですね、ループを、続けてと。よいしょ、で2秒待つとかは一旦やめて、インテリジェントブロックの真ん中ボタンが押されるまで待つをずっとやめようか。これでちょっとどうだ、最初はまあなんか今画面が今こんな感じになっちゃってて、ちょっとマインドストームの見えにくいような感じになっちゃってるので、ここを、測定中とかっていうのにするとか、安定した場所に置いてくださいとかっていうのにしたいですね。ではこれで、ちょっとスタートボタン、あ、真ん中ボタンかな、押していきます。真ん中ボタンを押します。プチッ、おこうすると、よいしょ、端っこなんて見えにくいね、これ 73.4 になって、今度はランダムで何センチみたいな数字を出せるようにしたいですね。ランダムみんな使ったことありますか？ここですね、赤いブロックのところにランダムがあるんですよ。で、ランダムは
範囲を決めて使うのでランダム使っていきましょう。真ん中ボタンを押したら測定しちゃうので、測定する前に、お題の数字を決めるみたいな感じしましょうか。インテリジェントブロックボタンの真ん中を押したらランダムで、ランダムは50センチから200センチ、2メートルですね、のどこかでランダムにするようにしてみます。で、この範囲を画面に、まあなんか最初の今回の目標数値を設定してくださいみたいなのにして、これ出すようにしましょうか。で、真ん中押されたらその目標数値出して、目標数値出したら、その後に高さが決まったら真ん中ボタンを押してくださいみたいなふうにして、高さボタンを押す。そしたら実際の高さが出て、目標と誤差何センチですみたいなのが出るといいですよね。じゃあこれで真ん中ボタンを押したら50から200の間が出て、それでやってみましょうか。よいしょ。お、例によって、今だ とプログラムっていうのがぐるぐる回ってる感じになってます。よいしょ。今の絵はこんな感じ。じゃあ一旦プログラムボタンを押してみますね。ランダム、はい、60って出ました。で、もう一回押すとプチ、あれ、あ、なんか今一瞬 73.4 出た後に93とかで出ちゃったんですけど、これ今の僕のプログラム、待つ場所が真ん中ボタンを押す場所しかないんですよね。だからちょっと長押ししちゃうとぐる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 プログラミングが回っちゃうんですね。よくあるエラーなんです。なのでそういう時は、何秒待つとか入れてもいいですし、ちょっと小技でこんな感じですね。 EV3 のインテリジェントブロックボタンをもう一個入れて、これを離れるまで待つをちょっとこの押された後のに入れとくと結構思った通りに動いてくれるなって気がします。よいしょ。ちょっとこれでもう一回動かしてみましょうか。よいしょと、スタート。これで今スタートボタンを押した時この画面ですね。で、今回の設定高さポチ193、193高いっすね。193、一旦ちょっとテーブルでやりましょうか。ポチ、あーで今回 73.4 センチ、でもう一回押すと120とかで出る感じになりますね。よし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 。で、そしたら これでボタンを押すのと、テーマの高さ決めるボタン決めるのできたので、もっとゲームを面白くちゃんとしたいので、どうしよっかな。一旦本物っぽくするためにこの間みたいにちゃんと画面作っていきましょうか。最初今マインドストームみたいに出ちゃうので、スタートボタンを押したら高さ当てゲームみたいなのを、出して、で、その後に今回の目標
目標数値みたいなのを出してとかってやろうかな。でスタート画面にしてで待ってそれこそ2秒ぐらい待ってもらってで今回の目標みたいなのを出しましょうか。ゴール決めてボタン押したら数字出てで次はあれですね、高さ決めた後に目標との差を出したいですよね。そしたら高さ出して高さちょっと2秒1秒ぐらい表示した後に、ランダムで出した数字を後からでも使い直したいのでゴールの数字を書き込みの数字でちゃんと一度書いてちゃんと変数で書き込まないと後の比較が使えないのでここランダムだけじゃなくてゴールの変数使いました。でもう一個は今の超音波センサーの数字を出しているここのところですね、ここも一度保存しとかないと後から使い直せないので保存しちゃいます。変数出してこれは プレイヤー1にしとこうかな。ちょっとプレイヤー2まで作るか分かんないですけどプレイヤー1って作っておけばプレイヤー1の高さで保存できますね。で2秒待った後はプレイヤー1とプレイヤー2を比較というよりは引き算とかな、目標ゴール引くゴールの数字引く プレイヤーの数字をにしてその結果を画面表示するようにしましょうか。こんな感じで2秒待った後にあなたのギャップみたいなのを例えば出したら面白いですよね。80のオーバー80度にしてツールで目尻だけ目標とのギャップ
示するときに上の方にギャップを表示しといて、あ、めっちゃな、表示しといて下の方に表示した。これでどうだろうか。高さ的ゲーム、イエイ。で、今回の目標、スタートボタンを押すと85ですね。で、決定ボタンを押しましょうって言ったらちょっとつくの忘れちゃったので作ってないんですけど、テーブルが75ぐらいだからちょっと高いぐらいだよね。そしたらあれだな、あ、ティッシュいいじゃん。ティッシュ置いて EV3 置いて、あ、いい高さちゃう。これでちょっと測ってみます。自分の足入んないようにちょっと離れておいて、よいしょ、真ん中押してみます。よいしょ、お、75.8 で、あ、なんかなぜか顔が一瞬出たけど、ギャップ9.2、今 9.2 って出ましたね。お、今のでプレイヤー1のギャップを出すのはできましたね。せっかくなので今のをプレイヤー2バージョンでやって、今それぞれ保存したギャップ、今のだと 9.2 を変数で保存しちゃいます。ギャップで、ギャップとギャップ比較して、うわ、ちょっとあれですね。しかも両方ともそういうのなんて言うんでしたっけ、プラスマイナスを外して、絶対値って言うんでしたっけ、絶対値にしてから比較しちゃうんですね。絶対値ができるのかな、正の数字か負の数字か比較しチェックして、正の数字の場合はそのまま、負の数字の場合はかけるマイナス1をして、両方とも正の数字にしてから比較しなきゃいけないですね。ゴールからプレイヤー1引いたこの数字がギャップ1なので、ギャップ1もちゃんと保存しておきます。変数追加します。ギャップ1変数作って、ギャップ1の変数保存しておきます。で、ギャップ1は入れる前に今言ったみたいにちゃんとプラスかマイナスチェックして、めちゃめちゃ超えちゃった時だ、マイナス80とか、要は80センチ超えちゃった時とかは、超ちっちゃい数字、マイナスなので超ちっちゃいんですけど、超えた数字としては80センチも超えてるので超オーバーじゃないですか。けど超オーバーと、1センチ足りなかった時、プラス1ですね、ギャップ1は比較すると、マイナス80のがちっちゃい数字と計算されちゃうので、ちゃんとそれをプラスかマイナスかを外して、その距離で計算していけるんですよ。なのでその加工をしていきます。ギャップ保存する前にスイッチ分ですね。こういう時はマイナス1をかけたりかけなかったりとかっていう時はこういうスイッチ分を使うとできたりします。で、どうしようかな、比較を使って、比較じゃないか、こうロジックにして、数値にするのもありか、違うな、ロジックにしなきゃダメだな、ロジックにして、比較で超過、この計算した結果が0よりもちょっとでも大きかったら正の数字、
0を含む0に、まあ、0は関係ないか、0よりも大きいにしてチェックで、0よりも大きいときこっちなので特に何もしません。0よりも小さかったときはこの結果にマイナス1をかけなきゃいけないので、これ中に入れるかな、入れないか、あ、これじゃないか、こっちか、これ入れられるかな、入れたい、入れられないか、入れてくれ、うわ、入れれないかい、入れれないかい、ちょっとめんどくさいな。じゃあギャップ1とギャップの後の加工みたいなやつが2段で計算しなきゃいけないの、ほんまちょっとめんどくさいねそれ。いっか、どっちでもいいの、普通にギャップ1に一旦保存してギャップ1をプラス正で書き直せば入れてるから、これでいいのか。プレイヤー1引くプレイヤープレイヤーゴール引くプレイヤー1の数字を、これは計算したやつをギャップに入れときます。で、もしもマイナスだった時はギャップを出してギャップかける、あ、来た、ギャップの絶対値あった、ボタンありました、絶対値ボタンありました。でもせっかくだから絶対値ボタン使わずにこれやる、どうしよっかな。今そうちゃんはこれ0よりも大きい時は何もしない、0よりも小さい時はマイナス1かけるやろうとしたんですけど、そもそもそれいらないみたいですね。勝手に絶対値 してくれるブロックが用意されてました。まああるんだったら使わなくていいか。じゃあこれ消してここに突っ込む前に一度絶対値にして、よいしょ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 で入れたやつを入れるにした方がいいですね。で入れたやつを表示する、これでギャップの正しい正のギャップが出てきますね。よっしゃ、ギャップ1の表示できました。でここまでいったら、なんかこれダラーってずっと長くなるのかっこ悪いな、かっこ悪いけど一旦このまま書いていくことにしちゃおうと思います。本当は綺麗に整理できるのかもしれないけど、プレイヤー1とプレイヤー2のところとかぶっちゃけ本当はループでできるよね、本当はループでできるんだろうけど、ちょっとこのままやっちゃおう。これで言うところのここから後ろですね、ここから後ろをコピーして後ろに貼っちゃいます。ここからかな、真ん中ボタンを押してみたいなところをコピーして、あ、ってことはそうか、ここをループしたら入れていくか、あ、ループじゃったらそうか、1周目と2周目で、プレイヤー1の図に書き込むのとプレイヤー2に書き込むのをが、難しいことないか、今が何週目ですかっていうのをプログラムに入れたらできるんですね。どうしよっかな、そっちの方がスマートでかっこよさそうだけど、ちょっとこのままコピペしちゃいますか。これが今プレイヤー2人分の話なので、プレイヤー3人分4人分5人分ってなるんだったら、そっちの方が良さそうですね。これを後ろにつけてしまってと、うわ長い、ちょっとダサい。で
真ん中押されたら超音波センサー1の数字引っ張って、でこれプレイヤー2ですね。プレイヤー1と2、ここはプレイヤーで分けるじゃないのか、いいや、プレイヤー1にして表示して待って、どうしようか、ここプレイヤー2、やっぱりプレイヤー2にして、上の段がプレイヤー1、下の段がプレイヤー2もできるな。まあでもいっか。ゴールとプレイヤー1。あ、ここで読み取ったんや。じゃあこれでダメだ。プレイヤー2にしちゃダメですね。失礼しました。プレイヤー2にして、プレイヤー2に書き込んで、ここもプレイヤー2を読み込んで、プレイヤーゴールからプレイヤー2を引いた数字を、絶対値にした数字をギャップ2にします。ギャップ2、これが2人目のプレイヤーの、本当は目指さなきゃいけないところの差ですね。でギャップ2出ました。よし、ギャップ2まで出たら、最後はギャップ1とギャップ2出して、ギャップ1とギャップ2出して比較して、比較して、ギャップ1とギャップ2比較して、ギャップ2のが大きかったときをスイッチ分の、上はギャップ2が勝ったときですね。で、そうじゃないとき、こっちはプレイヤー1が勝ったときになるので、ここに、プレイヤー1ウィン、プレイヤー2ウィンみたいなやつを書いてあるんですね。ワンウィン、ツーウィンね。どっちがウィン？ジャップ2が大きい。ジャップ2が大きいっていうことは、ジャップ1、プレイヤー1が勝ちか。じゃあこっちはプレイヤー1が勝ちで、こっちはプレイヤー2が勝ちですね。よっしゃ、こんな風にしたらいいですね。できたんじゃないかい？ちょっとやってみましょう。プログラム実行してみます。よいしょ、高さってゲーム出ましたね。で、今の目標、今回の目標はいくつか、ででん、59。そしたら椅子の上でやってみましょうか。椅子の上で、よいしょ、ポチッとな。24.2 だって、 24.2、低いんやな。なるほど。じゃあ低すぎたから、どうか、ちょっと高えか、ちょっとやってみるか。足が引っ張る、かぶんないようにして、よいしょ、 89.5、 ジャンプ 30.5 で、あれ、すぐ今回の目標になっちゃう。プレイヤーウィン1が勝ったか2が勝ったかの時間がないんですね。よし、これで修正できたので、もう一回動かしてみたいと思います。よいしょ、見えるかな。再生ボタンを押していきます。どうしよう、もうデータ重いっすね。来た、見えるかな、こんな感じ。
目標をしてみます。よいしょ。そしたら193で一旦もうこれ適当にしてみますね。決まったら真ん中ボタンっていうのも押してみました。よいしょ。 78.8 ギャップ 114.2cm で次プレイヤー2の番決まったら押してね。よいしょ。 52.7 ギャップ 140.3cm ってことはプレイヤー1の勝ちかな。お、プレイヤー1ウィン。きたー、できました。これはできましたね。今の見てましたか。これチョンパセンサー作った UV3 使ってボタンを押したらお題のセンチメートルが出る。でお題のセンチメートルが出たら2人のプレイヤーがこれ貸し合って、その高さに一番近い高さで UV3 を置くと。でボタンを押す。で次反対のプレイヤーやってからもう一回やるっていうゲームを作ってみました。これ1回目のプレイヤーが出たらもうギャップとか見えちゃうので、隠してみるとか、例えば5センチ以内、10センチ以内、30センチ以内とかで惜しいとか、全然ダメとか、そういう評価を出すっていうのもプログラミングできると思うので、ちょっといろいろと改造してみるのも楽しいかもなって思いました。ちょっとこれからですね、こういう EV3 使ってできる、かつスクラッチだとできないなんかこうセンサーとか、実際に触れるものがついてるから面白いゲーム、おもちゃ作ってみたいなと思うので、次回作も楽しみにしててください。じゃあ今日は終わりにしたいと思います。バイバイ。